いやー、マジっすか。ほんとマジっすか。今日の試合。いやー、阿部監督の采配、全部的中してたなというふうに思うし、まあ、はっきり言って神采配だと僕は思うし、本当にね、まあ、それに応えた、まあ、坂本さんもそうだし、菅野さん、うん、まあ、秋広選手、まあ、門脇選手もそうですけども、本当にね、ちょっと感動しちゃいました、今日。ってな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、カープ対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、その前にですね、まあこのチャンネル、こんだけ毎試合詳しくね、うん、野球をね、解説するというところで、YouTuber の中で、ほんまに僕しかいないんちゃうかなというふうに思うんで、マジでね、チャンネル登録、今年中に5万人、マジ狙ってるんで、本当にまだしてない方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。5万人いったらですね、ジャイアンツの選手読んで、対談なんかもやりたいと思ってるんで、本当にやるんで、ぜひね、高評価と高評価ボタンもよろしくお願いします。はい。てな感じでですね、まあ今日はね、解説やっていくわけですけど、まあ本当にね、素晴らしい試合でした。まあ選手ももちろんなんだけど、僕が一番ね、びっくりしたのは、今日2番に坂本さんを入れたことなんですよね。うん。まあはっきり言って、まあ状態悪いですよと。まあ僕も昨日の動画で、まあ6番、7番ぐらいに入れた方がいいんじゃないかっていうようなことを言いましたけど、まあ、それをね、思い切って2番に入れてくるっていう、この、スタメンでね、そもそも、ああ、すごいなって思ったんですよ。ほんま大丈夫かって思ったんですけど、まあ、その坂本さんが、まあ、ホームラン打つというところで、ちょっとね、阿部監督にはほんまに脱帽というかね、まあ、打った選手がもちろんすごいんだけど、それを起用したっていうね、ところっていうのは、本当にすごい目をしてるなっていうふうに正直思いました。はい、でな感じでですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきます。その後に、スタメンの変更って、今日スタメンの変更ってめちゃくちゃあったんで、ちょっと変更って見ていきます。で、最後にですね、僕が気になったところであったりとか、じゃあ今日どういうところが神采配だったのっていうところを、まずね、わかりやすくね、マジでみんなにお伝えしたいというふうに思うんで、本当にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、じゃあですね、まずね、得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりにですね、画像を出しながら、ちょっと得点シーン見ていきたいと思います。はい、今日はですね、6対1というところでね、ジャイアンツが勝ちました、カードの頭を取りましたというところで、本当にもうおめでたすぎて、僕はもう1勝2敗できたらいいんちゃうかみたいな感じでね、言ってましたけども、本当に初戦取れると思ってないわけですよ、正直言うとね。うん、菅野さんも素晴らしいなと思いました。はい、で6点シーン振り返っていきますと、まず1回表にまずこのワンアウトランナーなしから坂本さんのホームランね、これ素晴らしいよ、ほんまに素晴らしいで、ほんまに。マジで。まあ、確かに、まあ、森下投手ね、球浮いてんな、思ったんですよ。ストレート浮いてんな、思ったんですけど、まあ、それをしっかりね、捉えてるっていうのはね、素晴らしいと思います。偶然じゃないと思います。まあ、広島戦でね、こんだけ打ってるわけですから、偶然じゃないと思いますね。はい、で、6回表、2アウト1、2塁から、門脇選手のこれ、レフトへの2、タイムリーね、2塁打。うん、で、これで、1塁ランナーの浅野選手も帰ってきたというのが素晴らしい。うん。で、2アウト1、3塁で、秋広選手のこれ、レフト前ヒット。ここでね、まあ、菅野さんに代打を送って、秋広選手をね、起用するというところも、後でちょっとね、何が神采配だったのかというところをね、後で詳しく解説します。はい、で6回裏ですね、2アウト 1、2塁から野間選手にこれライトへの2塁打、これうまく打たれました。はい、うん、ただフォアボールがちょっと痛かったなっていうところあります、前のね。はい、で7回表ですね、ワンアウト満塁から浅野選手のこれレフト前ヒット、後で解説しますけども、これもね、前の打席というかね、やられたカーブという球種をよくうまく打ちました。でワンアウト満塁から門脇選手のまたレフト前というところで、素晴らしいね、つながりだったの。やっぱり下位打線のね、浅野、門脇あたりがこんだけ打ってくれたらね、それはつながるよっていうところですね。はい、で結果は6対1というところでジャイアンツ初戦を取っております。素晴らしい試合でしたね。はい、で、はい、次行きます。スタメンの変更点見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、スタメンの変更点見ていきたいと思います。はい、まずホーム側のね、カープから見ていきたいと思います。カープは、8日の中日戦からの変更点になります。
はい、あまり変更ではなくてですね、キャッチャーの石原選手が今日相澤選手になっておりまして、ピッチャーの田村選手が森下投手になっているというところで、その他はね、スタメンの代わりなしというところでございます。はい、で対するジャイアンツですけども、今日めちゃくちゃね変更点ありました。はい、いきます。まず吉川選手が今日3番に入っておりますと、2番から3番になってまして、で、坂本選手が今日はね2番に入っております。はい、で、モンテス選手が3番から5番に入っておりまして、で、岡本選手がこの間サードで守ってたんですけども、今日はファーストで4番となってます。で、大城さん、この間出てたんですけども、今日は菅小葉というところで、小林選手が8番に入っておりまして、で、秋広選手がこの間出てたんですけども、今日はね、出ておらず、ファーストには岡本選手ですね。で、ショートはですね、この間中山選手だったんですけども、今日は門脇選手が7番に入っておりまして、で、8番のライトだった佐野選手が今日は6番になっておりますと。はい。で、ピッチャーがメンデスだったんですけども、今日は菅野投手というところで、まあ今日はね、まあ大幅にオーダーを変えてきた。特に印象的なのは2番に坂本さんを入れたこと。うん。っていうところが、非常に、まあ勝負かけてきたなというかね、ベテランにかけてきたなというふうに思われる、オーダーだったんで、まあこのオーダーを見る限りでは、まあこれがハマるかどうかっていうのはわからないですし、まあ坂本さん、結局やっぱりベテランというかね、坂本選手とか、そういった選手が活躍しないとというふうに思ってると、安倍監督はね、思いますと。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところでやってるが、ここ今日神采配でしたよって。安倍監督は多分試合前にこういう風にプラン練ってましたよみたいなところをですね、わかりやすく、面白くね、飽きさせないようにお話ししていきたいと思うんで、マジでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。マジで何回も言いますよ。僕は、今年5枚に行きたいと思ってるんで、マジで何回も言います。しつこいかもしれないけどね。はい、行きます。はい、試合振り返っていく前に、先に、どこが神采配だったのか、どこが、今日のね、良かったのかっていうところを、まずちょっとね、ポイントを振り返っていきます。はい、まず、今日良かったところは、まあ、何点かあるんですけど、まず先ほど言いましたように、坂本選手をまず2番に起用したこと。うん。これは結構思い切った采配だと思います。というのも、坂本選手あんまり状態良くないんで、どっちかというとやっぱ下位に置きたいっていうのは、普通の考えなんですけども、もうここはもうベテランにかけるしかないよと。いうふうに思ってるんで、今日2番にて、やったんですね。2番にやったんですね。はい、それがハマるかどうかっていうところは、まあ正直わからないですけども、まあ坂本選手だったりとか、門脇選手、秋広選手なんかは、マツダスタジアムというか、広島戦にめちゃくちゃ相性いいですね。っていうのもあって、多分、ベテランにかけてるっていうのもあるし、そういう相性の良さっていうのもあって、まあ2番に置いたんじゃないかなって僕思うんですね。だからさっき言ったように、偶然じゃないっていうのはそういうとこですね。はい。で、ピッチャーの起用っていうところも今日素晴らしかったんですね。というのも、菅野さんを、まあ、思い切ってね、変えたんですね。6回表に、まあ、秋野選手がね、に代打送って、秋野選手を代打に送って、まあ、変えたわけですけども、まあ、それもですね、非常に、週末を見据えてるというかね、中4日で次の、中日戦を投げさせるために、多分ですけど、僕の予想ですけど、まあ、安倍監督のプランとしては、まあ、今日、大体6回、80球ぐらいの目安で、多分、菅野さんを変えようと思ったと思うんですね。ただ、その6回80球ぐらいで行っといて、で、7回からケラー、バルノダード、大勢で繋いでいこうって多分おそらく思ってたんですね。今日の感じで言うと。なんですけども、今日、6回までに、だから菅野さんの6回の打順までに3点入ったんで、あ、これだったらというところで代打秋広を出したと思うんですね。で、1イニング早く交代してしまったんで、どうするっていうところで、6回裏は船場さんは高梨で、この2人で、1イニング、6回の1イニングをいけたらいいなっていう計算だったと思いますと。で、結局、まあそれね、秋広選手のタイムリーもあったりとかして、結局こう点差が開いたんで、大勢投手も温存できたというところで、非常に素晴らしい、まあプランニングとね、予想通りにいったっていうのがあるんで、非常にそういったところで、もともとね、スパッと変えるというか、まあ、球数なのか、まあ、5回、6回、80球目ぐらいの目安で、多分、変えるっていうふうには決めてたと思うんでね。そこが、うまくはまったというかね、素晴らしいピッチングだったと思うし、その素晴らしいプランニングだったなというふうに思います。はい、じゃあ、ここからね、具体的にね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい、まず1回表、先ほども言いましたように、坂本選手のホームラン。これめちゃくちゃでかいわけですよ。うん。
あの、森下投手もね、あの、まあ、非常にいいピッチャーだと。まあ、菅野投手も、まあ、いいピッチャーだと。で、最近の広島、巨人の打線を見てると、なかなかね、点、あんま取れないんちゃうかっていうところが、まあ、おおよその予想だったと思うんですね。なんですけども、ここでね、一発いきなり、勝ち込んだっていうのはマジででかかったです。というのも、まあ、丸さんの打席の時もですね、ちょっと高めに浮いてんなっていう感じ、まっすぐがね、非常にこう、まあ、操れてないなっていうところがあったんで、そのまっすぐを、まあ、ホームラン打てたっていうところは非常に、相手にもダメージがあったんじゃないかなって僕は思います。はい。でですね、3回ぐらいちょっと次見ていきたいんですけど、まあ、菅野選手が初めてランナー出したんですね。初めてというか、初ヒット、先頭の菊池選手に浴びたんですけど、ノーアウト1塁から相澤選手を空振り三振、ワンアウト1塁で森下選手バント試みるも空振り三振というところで、ここで、ランナーをね、釘付けにしておいたというかね、1塁に置いとけたっていうのは非常に良かったんちゃうかなと思います。で、秋山選手をレフトフライにしとって、まあ、先頭を出すもしっかり後続を抑えれたっていうところは菅野さんさすがだったなと思います。今日特にまあ、真っ直ぐもいいんだけど、フォークボールの精度がえぐいというかね、配球チャートなんかも見てても、もう本当に膝より、全部下なんですよ。だいたいこう膝は言い過ぎたね、腰より下全部下なんですよ。だから急分割して、もうこの一番下の3列、この3つあるじゃないですか、もうそこにしか来ないなっていうのがあったんで、本当にねマジで気合入りまくってんなっていう風なところはねありました。はい。で、5回表で次見ていきます。はい。先頭川脇選手出たんですね、センター前に出たんですけど、ランナー一塁の、ノーアウト一塁の小林選手の打席の時に、1球目の後に牽制アウトになるんですね。で、これちょっとやっぱ雰囲気悪いんですよ。で、小林選手もサードフライ打ち取られて、ツーアウトランナーなしで菅野さんだったんですね。で、ここでもし菅野さんがまあ三振とか、まあ打ち取られたらちょっとやばいなっていう、流れちょっときついなっていうところはあったんですけど、ここで菅野さんがライト前ヒット打つんですね。高めのカーブをポーンって当てて、ライト前ヒット打つんですよ。で、こういうヒットってマジででかくて、このちょっと雰囲気悪い感じで三者凡退だったら相手に流れ行ったりとかするんですけど、ここで三者凡退で終わらせないっていうところが非常に大きかったなと思います。で、丸さんにもフォアボール。で、ツーアウト1、2塁で、まあ、坂本さんがね、まあ、うまく変化球を打って、ファールフライだったんですけども、これ、末金選手がファインプレーというところで、まあ、これ、結局点は入ってないんだけども、この変な雰囲気の中で、まあ、3人で終わらなかったっていうのは非常に大きかったんちゃうかなって僕思います。はい。で、ここ行きましょうか。これ、ポイントの回なんですけども、6回までですね。まあ、この回、まあ、菅野さんに代打を出したりとかする回なんですけど、ここちょっと見ていきたいんですが、まあ、これも2アウトから始まったんですね。で、モンテス、これライト前ヒットから始まりました。で、2アウト1塁で浅野選手にこれデッドボール当てるんですよ、初球を。これね、森下投手からしたらマジででかかったと思います。これは痛かったと思います。うん。まあ、デッドボールは痛いんだけど、浅野選手も痛いんだけども、それじゃなくて、これは、この浅野選手に今日全然合ってない感じの、浅野選手にデッドボール当てちゃうっていうのは、取れるとこでアウト取れてないっていうところがあるんでね、非常に、苦しいピッチになったんちゃうかなと思います。で、結局これあるでしょ、2アウト1、2塁で門脇選手にこれ、うまくチェンジアップを打たれて、で、これ1塁ランナーの浅野選手も返してしまうっていうところがあったんで、これ結局これデッドボールがなかったらこれ多分点入ってないと思うんですね。だから今日の、ポイントっていうのはこの浅野選手にデッドボール当てたところじゃないかなって僕も思うんですね。はい。で、ツーアウト三塁で小林選手を敬遠するわけですよ。まあ、菅野さんね、こんだけ抑えてるんで、菅野で来るやろってところで、敬遠してるんですよね。で、ここで、まあ、3点入ってるんで、この時点で3点、3対0なんで、ここで秋広選手にスイッチするというところですね。代打出すと。ここちょっと配球ちゃんと見ていきましょうか。ここね、よく打ちました、うまくね。はい。で、まあ、これ変えた安倍監督も素晴らしいですし、これ打った秋広選手も素晴らしかったと。で、ストレートでまず、インコースボール。で、もう一球インコース来てボールになるんですね。ツーボールなんですよ。で、カットボール、外のカットボールでストライク取りますと。で、ストレートでファール取りますと。うん。で、ツーツーですよね。で、ここで多分、バックドアというかね、左バッターの外から入ってくるカットボールで多分見逃し三振取ろうとしたんですよ。ただ、これギリギリボールになるんですね。はい。で、スリーツーになりますと。で、最後、チェンジアップいって、それが浮いて、秋広選手がうまく打つんですけど、まあ、門脇選手がさっき打ったチェンジアップも、やっぱ高めに浮いてたんですね。うん。だから、チェンジアップとかフォークとかっていうボールは、低めに行ったらめちゃくちゃ絶大な効果あるんですけど、やっぱ高め、ベルトより上に上がってしまうと、もうほんまただの、ほんま、ちょっと遅めのストレートみたいな感じになるんで、
だからそれを、まあ、うまくね、逆方向に打ったっていうのは、秋広選手ね、変化球をマークしながら、うまく打ったんじゃないかなって思いましたし、ナイスバッティングだったなと思います。はい、で、まあ、ツーアウトね、1、3塁から、まあ、堀江投手出てきて、まあ、丸選手はレフトフライに打ち取られるんですけども、まあ、この回3点取れたっていうのは、マジででかかったと思います。はい。はい。マジでかいですね。で、6回裏、先ほど言ったように、6回は船場様、高梨で行こうっていうところですよね。で、船場様投手が、まあ、2アウトから秋山選手にセンター前ヒットを浴びて、で、予定通りこれ高梨投手出てきて、で、2アウト1塁で矢野選手にフォアボール。これちょっと痛かったですね。2ストライクからフォアボール出してしまったっていうのはちょっとでかかった。うん、痛かったですね。ただ、矢野選手もうまいことファール打ってました。このインサイドのスライダーとかをね。それはねちこいなと思いました。で、2アウト1、2塁で、野間選手にこれライトへの2塁打。まあこれもね、正直うまく打たれました。あ、シュート。多分ちょっとボール気味ちゃうかなっていうぐらいのボールなんですけど、うん、それもよく打たれました。うん、うまく打たれましたね。ただ、2アウト2、3塁で小園選手を、まあセンターフライに打ち取れたっていうところで、最初シーズンを抑えれたっていうのは非常に良かったと思います。はい。ここはプランニング通りだったんじゃないかなと思います。で、ここですよね。7回表。これ、まあ、2点取る回なんですけど、これも、ワンアウトから吉川選手が、レフト前ヒット打って、で、ワンアウト1塁で、岡本選手のこれ、レフトへのね、エンタイトルツーベース。まあ、これエンタイトルツーベースになってなかったら、これ、吉川選手ホーム帰れたなっていう感じだったんですけど、まあ、これは仕方ないですよね。はい。で、モンテス、ワンアウト2、3塁で敬遠しますと。で、今日、まあ、先ほど言ってたじゃないですか。あまり当たってないっていうようなね、ところで、浅野選手の勝負を選んだんですね。まあ、これは当然だと思うんですけど、で、浅野選手が、まあ、レフト前ヒット打つわけですよ。で、森下投手の時に、まあ、その、カーブ攻めで、見逃し三振取られてるんですね。だから、浅野選手も、やっぱり、この打席ね、ワンアウト満塁だったんですけども、もう、ノーステップで打ってるわけですよ。ノーステップというかね、こう、足をいつもこうやって、引いたりとかして打ってると思うんだけど、もうそれ引かずにノーステップで打ってるんですよ。うん。っていうところで、1球目カーブでボールになって、で、もう1球カーブ行ったんですね。で、そこで、先ほどやられたボールですから、もう絶対打ってやるっていうところで、それうまいことレフト前に引っかかってね、打ってたっていうところで、非常にね、素晴らしいと思いますし、まあ、あんまり打撃内容があまりこれまで良くなかったんで、まあちょっとね、ノーステップというところで、打ちに行ったんじゃないかなって思いますし、それがね、いい結果に結びついたんじゃないかなって思います。で、これワンアウト満塁から、これ門脇選手もこれレフト前ヒットというところで、まあ、先ほど打ったね、チェンジアップがまた来て、チェンジアップを打ったというところで、まあ、相澤選手もね、非常に配球うまいんですね。今日見てても、打たれたボールとかをあえて消さずに、次の打席の初球にそのボールを行ったりとかして、相手に、消させないというかね、球種を消させないっていう配球がすごくうまいなとは思ったんですが、まあ、今日に関して言えば、それが裏目に出たというかね、打たれたボールで、もうバッターはそれを来ないと思ってて、あえて言ってるんですけども、今日の巨人の打線はそのボールをもう一回ね打つことができたんで、そういったところで非常にいい対応だったと思うし、まあ素直にいけたっていうところはね、あったんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、まあ、7回以降ですね、先ほど言ったように、ケーラー、バルノナード、で、最後、大勢は温存できて、横川というところで、まあ、しっかり、ゼロでいけたというところ。まあ、バルノナードちょっとね、怖いところはありましたけども、まあ、しっかりね、抑えれたっていうのは良かったと思いますし、はい、今日はね、本当にね、プランニングというか、まあ、安倍監督のもう、神采配のおかげじゃないかなと思いますし、本当にね、やっぱりキャッチャーだったのか、まあ、打撃でもね、素晴らしい選手でしたし、キャッチャーとしても素晴らしい選手だったんで、そういう目というかね、例えば打撃練習の時に、あ、そろそろ早と上がってきたなとか、丸上がってきたなとか、そういうところをすごく見てるんじゃないかなっていうふうに思うので、なんか今日の本当に采配と、まあ、打順からすごくびっくりしたんですけど、それがね、本当にうまくはまってね、本当に素晴らしい勝利だったなというふうに思います。はい、てな感じでですね、今日はね、ほんと嬉しい、勝利でしたけども、本当にね、安倍監督素晴らしいなと思いました。まあ、選手がね、もちろんやってるから選手がもちろんすごいんだけども、今日に関して言えば本当にね、いい采配だったなと思うし、なんかこの感じでもっと乗ってってほしいなって思いますし、まあね、初戦取れたというところで、明日、明後日もですね、いい戦いが、できていくんじゃないかなというふうに思うので、まあ松田の呪いとかね、いろいろありますけども、もうそんなんもね、取っ払ってもらいたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。もう一回最後なんですけど、
チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。今年ね、5万人、本当にね、まぁ、ちょっときついなっていうところはあるんですけども、本当にね、修正せずにね、5万人ね、狙っていきたいと思うんで、本当にね、まぁ、あれだったら、キッシャンとかね、誰だろう、よかった坂本さんとかね、聖司さんとかね、本当に YouTube に、出てもらいたいなと思ってるんで、マジで、登録してない人いたらよろしくお願いします。本当に5万人いたら、マジで絶対、もう命かけても絶対、オファーかけてやるんで、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。